戦うだけ無駄だ。逃げるぞ。命があれば望みはある。400年も生きたこのマグスから逃げ切れると思っているのか。浅はかなものだ、シビル。いでよ、エルゼブブ。逃げてドライと化け物の攻撃を受けるよりマシだ。希望を見失うな。この程度どうということでもない。
心配するな。お前は玉より姫だ。お前は自分の心配だけしていればいい。あんなドア程度で追っ手が防げるとは思えない。運が良くて化け物の群れ、運が悪ければドライ本人。俺がここで食い止める。だからお前は、逃げろ。お前を守るのが俺の仕事だ。俺は置いていけ。安心しろ。誰もお前を責めたりはしない。俺は守護者で化け物、お前は玉より姫で人間だ。立場が違う。罪を感じる必要はない。俺はお前を嫌ったことなど一度もない。お前にもう一度出会えた時、俺は嬉しかった。玉より姫がどうではなく、お前が無事だったことが純粋に。ドライの攻撃からお前をかばったのも、体が勝手に動いた。俺はそれが守護者の血の証明だと思っていた。
神の名において命じる。この空間において魔がはびこることを禁ず。アリア、お前もこいつを狙うのか。案ずるな、そのような気分ではない。わずかな間だが、ドライの魔術でこの空間に出入りすることはできない。トウシビル、お前はなぜ再びここに現れた。拾った命を捨てに来たのか。られたのだろう。自分を裏切った男を仲間だというのか。モナド、そのようなものの言葉に耳を貸すほど身を落としましたかな。今は無理だ。お前の主がここまで言っているのだ。帰ってやったらどうだ。何より僕の目的は鬼切丸の破壊、それのみ。そのためならどんな犠牲も。目的のためなら忠義を誓った相手をも裏切るか。つくづく見下げ果てた男だな、お前は。口だけなら何とでも言えるんです、アリア様。僕に必要なのは綺麗事じゃない。仲間割れは終わったかな。ドライ、アリア様に何をするつもりなの。ドライとは私が話をする。良い判断だ。
小娘風情があがいたところでどうなるものではあるまいよ。するものが多くあり、現にあなたは惑わされている。ザレ事、シビル、私がお前を欲しがる理由など言うまでもなかろう。アーティファクトの完全な解放にはお前の命が必要なのだよ。俺の後ろに。消滅せよ。魔術が相手なら私は最強の盾となりうる。どのような邪悪な力も神の加護のある私を傷つけることはできない。お前の自慢の魔力もここでは通用せぬ。正直に言えば、モナド、私はあなたもシビルも別に無傷で手に入れたいと思ってるわけじゃない。要するに、生きてさえいればいい。そんなことはさせない。絶対に。三流の妖魔が何を勘違いしているのかは知らぬがな、人を装ったとてお前が侮蔑すべき獣に過ぎぬという事実に変わりはなかろう。黙れ。お前に何がわかる。獣が人の世に溶け込んで生きていけると思うか。遥かな昔から人はお前たち妖魔を恐れ、
意味嫌ってきたではないか。獣に心を傾けるか。シビル、お前も所詮考えの足りぬ愚かな人間よ。黙れ。魔術師、お前に何がわかる。魔術師、お前に何が分かるというんだ。獣にしてはそれなりなのではないか。ではこちらの番というわけだ。お逃げください。無茶のしすぎだ。
逃げられると思っているのか、この私から。アリア様もお下がりください。ここは私が命に代えても。出来損ないの魔術人形に死にかけの妖魔、それでアインとツバイを退けようとでも。さあ今こそ奇跡を見せる時だ。モナード、証明してほしい、あなたが聖女であることを。チビ、お前はどう考える？この状況は絶望的か。私は知っている。お前たちはドライに操られたままでいるような器ではない。お前たちを信頼する。私の言葉が届くなら、今一度その役割を思い出せ。神に仕える者の誇りを思い出せ。無駄なことをなさるな、モナド。私の魔術は完璧だ。行け、ツバイ。モナドの奇跡を観覧しようではないか。よせ、アリアが止められなければ、どのみちここで全員が死ぬ。
アリア・ローゼンブルグが命じる。誇りあるロゴスの一員であることを思い出せ。私の最強の矛と盾であることを思い出せ。私の仲間であることを思い出せ。目が覚めたのだな、アイン。我が命、お前に捧げよう、アリア。私は、守るべきものを守る。スバイ、お前も誓ったはずだ。アリアに魂を捧げると。確かに、アリアを殺したくはない。確かに奇跡と言えるのかもしれんな。命じてほしい、アリ。我らがどうすればいいのかも。あの者を倒せ。に外、あの者との戦いは激しいものになる。勝つのだな。必ず。これよりこの館から一時引く。まだ話は終わってないのですが。お前の魂の方が食べがいがあると思っただけ。やれやれ、使えない犬を押しつけるほどの寛容さは私にはないのだがね。行くぞ。アインは勝つと約束した。
外で待つ。終わったようだ。いや、屋敷には戻れない。アインとツバイはこの世から消えた。消えたものは消えたのだ。私に聞くな。シビ、仲間というのは失うと辛いものだな。あの者たちは私を守って死んだ。アインとツバイ、私は最後まで彼らの本当の名を知らなかった。神、身元に赴く者に祝福を。そして願いが聞き届けられるなら、ツバイといった純粋な戦闘型と真面目に戦おうとは思わんよ。連中は私の作った別の次元の魔力空間に閉じ込めた。出ること
ことはかなわぬよ。今度こそゆっくりと私好みの操り人形になってもらう。私に逆らったのが最大かつ最後の失敗であったわけだな。先輩、それにアリア様はどうなったんです？まだ迷いがあるのか、ウェンキよ。何を？鬼切り丸を壊すのはお前の目的ではなかったのか。力がみなぎっていくのを感じるだろう。私の魔力だ。慎んで受け取るがいい。操り人形は有能であった方がいいからな。宝具か。私にとってはどうでもいい品だが、シビルたちがアーティファクトの封印をその道具で制御するのだとしたら、そろそろ遊びも飽きてきた。神の誕生に妖魔どもの最高の絶望を添えるのも一興か。なあフェンブ、そうは思わぬか。国書に記される通り、真理がこの世に生まれるその劇的瞬間にはやはり絶望を添えるべきだ。
納得いかないっすね。あら、どうして？今まで敵だったやつがいきなり目の前でのんびり茶をすすってる姿を見て複雑に思わないやつがいるのか。タグマ、フィオナ先生が来てくださっているんだぞ。その言い様は何だ。じゃあ、マキロ先輩は納得できるんすか？お前、あのクソボケジジイに襲われた時、この人に助けてもらったんだよな。言ってみりゃ命の恩人じゃねえか。敵がそんなことするか？これまでのことなんざバサッと水に流せよ。疑り深いやつだな。大体美人に悪い奴はいない。まあそういう意味で言えば、そっちのガキについちゃ俺は信用できねえよな。あら、あと10年経ったら美人になるわよ、アリア様は。精神年齢の幼いやつほど人を子供だと見下ろしたがるものだな。このクソガキ！ガキだと？この私に言ってるのか？さっきからの発言を聞いていれば、お前の方がよっぽど子供ではないか。聖女たるこの私が子供だと言うなら、お前などまだこの世に存在せぬほどに幼いではないか。背丈を伸ばす栄養が全部態度を大きくする方に回ったんだな。かわいそうに。お前も笑ってるぞ。